セーブするっち。上書きに気をつけろっち。穏やかじゃないわね、あけみさん。まさか、ことみ。とりあえず、別室のソファーで寝かせておいたわ。ありがとうございます。いいのよ、これくらい。りっぴょん。どこにもいませんでした。吉野を探していた。はい。真田家のお屋敷なら知っている。それじゃあ、私が吉野と話をしてくるわ。あけみさん。きっと一人で待っているのよ。琴美が自分の足で帰ってくるの。だからあんたたちには琴美のためにお使いを頼めるかしら。お使い？ええ、何か精のつく食べ物よ。この辺の食べ物なら俺に任せてくれ。おいらも行くっち。それじゃあ、朝日ちゃんたちは食べ物ね。なるべく飲み込みやすいものよ。リユにはインナーをお願いできるかしら。すごい汗の量なのよ。わかりました。ヤマトちゃんはありったけのタオルを買ってきて。なるべくお肌に優しいやつよ。わかったよ。それじゃあカナタちゃん、少しの間留守を頼めるかしら。はい。琴美のことお願いね。僕で大丈夫かな。安心なさい、すぐに戻るわ。それじゃあみんな、よろしく頼むわよ。精がつくといえばやっぱりスタドンだな。ち、あたひ寝起きにスタドンは重いっち。そっか、食べやすいものだった。しっかりしろっち。ってことは、え、あけみさんからだ。はい、もしもし、どうかしました？大変よ、あさひちゃん。ことみがいなくなったのよ。え、少し目を離した隙にお店を飛び出していっちゃったみたいなの。そんな、どこに？だいぶ混乱しているみたい。それじゃあ、やっぱり記憶が。私はこのまま吉野に会いに行く。琴美のことはあんたたちにお願いできるかしら。だけど、一体どこに？朝日ちゃん、私の話、覚えているかしら。明美さんの話？他人の気持ちはね、知ることはできない。だけど、知ろうとすることはできる。今のあんたたちなら、琴美の居場所がわかるんじゃないかしら。琴美が行きそうな場所。ええ、わかるわよね。琴美の気持ちを考えてあげればいいの。ヤマトちゃんとリユには、私から連絡を入れておくわ。だから、急ぎなさい。ちょっと、あけみさん。き？わかったよ。俺たちが琴美を見つける。今のあいつが行きそうな場所は。パソコンショップっち、強化しておくっち。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。妄想機を。やっと来たか。なんだ、もう来てたのか。あけみさんに言われたんです。あいつの気持ちを考えろってな。たどり着いた答えはみんな一緒だったんだな。つか、ここ以外に考えられねえだろ。おいらもそう思うっち。まあ、あの琴美のことだ。
きっとここに戻ってきているはず。たく、しょうがねえやつだな。行こうみんな、琴美を追いかけるんだ。はい。ちょっと待てよ、ヤマトさん、どうしたんですか？このまま放っといてやんないのか？どういう意味でしょうか？妄想は壊れちまったかもしれない。だけど、この中には入れんだろ。でも、吉野さんも心配していましたし。俺たちが首を突っ込む話なのか？確かに、俺たちが首を突っ込む話じゃないな。朝日さんまで。だけどさ、俺、ここに向かう途中ずっと考えてたんだ。これから琴美に会って、どうしたいのかって。そしたらさ、大切な忘れ物をしていたことに気づいたんだ。だから俺は、俺たちは琴美に忘れ物を届けなきゃなんない。なんだよそれ。そのために俺たちは行かなきゃいけない。もう一度琴美に会わなきゃいけないんだ。自分勝手なリーダー代理だな。まったく。行きましょう、大和さん。行こうみんな。セーブポイントっち忘れずにしとけっち。敵がいるっち。敵は4体っち。隙をつきまくれっち。ラッキーに倒したっち。やるだろ。倒したぜ。生き残りは4体っち。袋叩きにするっち。いるっち、オイラは戦いたくねっち。敵がいるっち、オイラは戦いたくねっち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。敵がいるっち、オイラは戦いたくねっち。敵を発見っち、逃げるなら今。敵を発見っち、逃げるなら今っち。これでも敵をいっぱい発見っち。せめて数を減らせっち。ラッシュぶっ飛べ。妄想を解放っち。今がチャンスっち。これで一人引いとけよ。やるなら一体ラッシュ。やりました。なんかやるっち。オイラは戦いたくねっち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。扉を発見っち、ノックを割っ。て、敵がいるっち。どうするっち。扉を進むっち。敵がいるっち、オイラは戦いたくねっち。これでも敵をいっぱい発見っち。せめて数を減らせっち。やるだろ。敵がいるっち。どう
するっち。たっ、敵をいっぱい発見っち。先手で数を減らせっち。今でうちにいつでも展開できるっち。敵がいるっち、オイラは戦いたくねっち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。敵をいっぱい発見っち、先手で数を減らせっち。ラッシュだ、山の敵を撃破っち。残り1体っち。敵がいるっち、オイラは戦いたくねっち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。敵がいるっち、オイラは戦いたくねっち。敵がいるっち。敵は3体っち、焦る必要はないっち。楽に行こうって。立つのはもやるだろ。やっ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 。敵がいるっち。どうするっち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。上書きに気をつけろっち。扉を発見っち、ノックを忘れるなっち。琴美、あんたたち、どうしてここに。お前に会いに来たんだ。私は会いたくないわ。誰の顔も見たくないの。早く出て行きなさい。聞いてくれ、琴美。いやよ、耳が腐るわ。半径8メートル以内、言葉を発しないでちょうだい。忘れ物を届けに来た。届けに？返してもらえにの間違いじゃなくて。まあ違う。俺たちは忘れ物を届けに来たんだ。安心なさい。あんたたちのことならすぐに忘れてあげるから。琴美、ごめん。え？俺たちは守ってやることができなかった。忘れ物ってまさか。お前の世界を守るとか言っておきながらさ、妄想が壊されるのを止めることができなかった。格好つけやがって。約束一つ守れなかったくせに、俺は忘れてたんだ、お前に謝ることを。だから琴美、本当にごめん。な、何よ。琴美さん、リユもごめんなさい。あんたも悪かったな。あんたまでごめんなさいっち。なんなのよ、あんたたち、いい加減にしなさいよ。それで、そんな言葉で私の気持ちを分かったつもり？理由は少しだけ分かります。妄想を失うその気持ちが。俺もだ。あんたたち一体何なの？この二人はな、琴美と一緒なんだよ。私と一緒？妄想が生まれて、そして失った。だからお前の気持ちを分かってやれるんだ。でもさ、俺は分かってやれないんだ。妄想が壊れていなければ存在すらしていない。だけどお前の気持ちを分かろうとすることはできる。だから琴美、ごめんな、俺たちの力が足りなくて。
よ、何なのよ。ただ謝りたかっただけだよ。そうやって自分の気持ちを押し付けるの？ああ、そうなのかもしれない。だからお前も俺たちに押し付けていいよ。なあ、琴美、お前さえよければ俺たちと一緒に来ないか？どういうこと？リユたちなら分かり合うことができます。リーダー代理がそう言うならな。バカね、本当にバカね。ああ、俺はバカだ。だったら諦めなさい。私は物分かりの悪いバカが嫌いなの。琴美さん、そっか、ごめんな。それじゃあみんな行こうか。琴美を一人にしといてやろう。いいのか？まあいいんだ。じゃあな琴美。待ちなさい。お、どうしたんだ？あんたたちはこれからどうするつもりなの？妄想を壊すの？わからない。ただむやみに壊すことはないよ。自警団の奴らと一緒にすんなって。次に会った時はきっと。だったら話は別よ。え？半径1メートル以内近づくことを禁ずるわ。琴美、呼吸は半径2メートル以内厳禁よ。素直じゃねえな。その瞳に私を映すのは30秒が限界ね。短いです。後悔しても知らないわ。まさに愚の骨頂ね。それなら俺は頂点を目指すよ。わかったわ、一緒に行ってあげる。琴美、だけど勘違いしないでちょうだい。私の目的は自警団の殲滅、それ以上でもそれ以下でもないわ。ああ、構わないさ。あら、私たちの出番はないみたいね。吉野？え？なんで吉野さんがここに？お嬢様。吉野。はい。何でしょうか、お嬢様。命令よ。何なりとお申し付けくださいませ。ずっと私のそばにいなさい。お嬢様。もちろんです。私はお嬢様のための吉野ですから。一件落着ね。あの、明美さん。あら、朝日ちゃん、どうしたの？さっきのあんたクールだったわよ。もう話題変えないでください。吉野さんってその隠していてごめんなさい。積もる話は表でしましょうか。さ、みんな帰るわよ。疲れたわね。もう明美さん、これからは隠し事はなしですよ。あら、何の話かしら。とぼけないでください。吉野さん、妄想者だったんですよね。申し訳ございません、朝日様。騙すような真似をしてしまいまして。ああ、いや、別に吉野さんには怒ってないですから。何の話をしているの？ごめんなさい、少しだけ見てみたかったのよ。まるで昔の誰かさんを見ているようだったわ。ずいぶん楽しそうだね。水木、朝日は本当どこに行っても人気者だね。お前誰よ？秋葉原自警団の副団長だ。自警団ですって？ふん、よくも私の前に出てこられたわね。僕たちを責めるのはお門違いだよ。妄想なんかした君の自業自得なんだから。水木、やめろ。やめないよ。だって僕は君たちに話をしに来たんだから。なんでしょうか。僕たち秋葉原自警団はこの秋葉原にあふれ出る妄想を全て破壊する。一つ残らず、全て無条件に。だからこれ以上僕たちの邪魔をするのであれば容赦はしない。誰がお前らの言うことなんか。今度は本気だから。妄想
勝者の気持ちを考えもせずにですか？それじゃあ君たちはその他大勢の気持ちを考えないの？僕たちは一人を殺して100人を助ける。それが秋葉原自警団の正義だから。ふざけんなよ。だったら俺たちは101人全員を助け出してみせる。朝日は本当に昔から変わらないね。なあ、どうしたんだよ。昔のお前はそうじゃなかっただろ。僕たちは変わらなきゃいけないんだ。明日を迎えるために。私の気持ちなんて誰も分かってくれない。私の気持ちなんて誰も分かろうとしてくれない。ずっとそう思ってた。だから私は自分だけの世界に逃げ込んだ。そしたら迎えに来ちゃったのよ。だから私は自分だけの世界を飛び出した。私の気持ちを分かってくれる人がいた。私の気持ちを分かろうとしてくれる人がいた。今だから言える、あの時の私の忘れ物、連れ出してくれてありがとう。なんて言うと思ったら大間違いよ。